皆さんこんにちは。充電式剪定バサミについては以前にもご紹介したことがありますが、今回はそれの追加編です。以前の動画でご紹介したひよちゃん1号2号はとても良い仕事をしてくれていますけれども、私もだんだん欲が出てきまして、彼らよりももう少し繊細な機能のある電動バサミはないものかと探しておりました。今回ご紹介するのはアルスコーポレーションの EP720 という充電式の剪定バサミです。太い枝を連続でバツバツ切ってみせるような動画は他でもたくさん見られると思いますので、ここでは製品の特徴、取り回しのしやすさ、扱いやすさ、重さなど少し掘り下げた形でご紹介したいと思います。少し長い動画になりますがご了承ください。剪定した大きな枝をさばくだけの用途でお使いになるのなら、それほど細かい機能は必要ないと思いますが、この電動バサミを剪定バサミとして使用するのであれば、思い通りの位置に刃が当てられる、いわゆる取り回しの良さのようなことが必要になります。バッテリーの持ちや切断の威力よりも繊細な機能性のようなものが求められます。これもこっち来すぎてるな。ここまでだな。これもう出てきちゃってんじゃない。ここまでにしとく。この充電式剪定バサミの特徴として、私はまず半開き性能というのを挙げてみたいと思います。この半開き性能についてアルスコーポレーションの松本さんにお話を伺いました。正式にはトリガー追従式というのだそうです。まあ、これ他社さんもあるやつはあるんですけど、うん、動きがまあ、こういう動きは普通なんですけど、うん、この追従式、指に追従式って言いまして、指とに合わせて動くと。うん、そうこの動き、これね、これすごい、これが結構、そう、これがね、できるかどうかがやっぱりネックなんで、こっちは少しはできるの。はい。こっちは少しはできるんですよ、はいはい、これね、うん、でもこれはもうオンかオフしかないの。そうなんですよね。うん、もう握ったらもう絶対いっちゃうんだよね。そうです、ね、止めらんないんですよね。うん、農家さんからちょっとその声がね結構ありまして、やっぱりこう追従式の方が、追従式の方が、まあ、細かい剪定と、うん、あとその安全性、そう、ね、があると。そう、ここ切るときに、はいはい、どこでどう切ってもいいんじゃなくて、こう斜めに切るじゃないですか、はいはい、こういうふうに切るんですよね。こういうふうに、はい、動画でも言ってました。そうだから、まあ、素人の人ってこう切りやすいところでこう切っちゃうんだけど、ここで切りたいんだよね。で、こんな細かい枝だとどうしたって手動じゃなきゃダメなんだけど、こういうのでやるともう、ね、狙ってもほらどこ行くかかんないじゃん。で、これで多分押すとこれも切れちゃうんだよ。こっちが残せない。だけど多分これだとこうやっといて持ってってってやったらできなくもないんじゃないかと、はい、こう持ってってここで切るんならこう切れるじゃないですか。だからこれが素晴らしいと思うんですよ。この機能はすごくいい。まさにそのね、使い方が、うん、そうですよね、されてる。剪定のこの手羽先やったら結構されるじゃないですか。はい、そうなんですよ。実現したい。そう、それがね、これやっぱすごいいいなと思った。うん、だからやっぱこう何、細く握る、これができるかどうかだよね。こういうのがね、これがね、はい、いいですよ。そこはいい、本当いい。これはもう本当オンオフしかないから、そうね、厳しいんだわ。歯の手入れですけども、まあいつものように
刃の部分にこのアルスの刃物クリーナーを吹きかけてしばらく置いてですね、で拭き取れば ここがちょっと汚れ落としにくいですね。あんまり関係ないところではあるみたいですけど、ちょっとここが落としにくいところですね。あ、それでここの部分がですね、他の例えば、ケブテックとかですね、このバインもそうなんですけど、ここの部分がねどうしても汚れるんですよ。ここね汚れるんですよね。こっちもここがやっぱり何度かこう集中的にかけて、こういうブラシみたいなもので磨いたりですね、まあこのこそいだりとかですね、一生懸命するんですけども、ここの部分にすごく力がかかるみたいで、毎回すごく汚れるんです。ここが受け場のここがね、こちらもそうです。で今回このアルスさんのを使ったところ、ここがほとんど汚れないんですね、受け場が。でなぜかというと形状が全く違うんですね。ここの受け場がですね、他のメーカーはただ平らなんですけど、アルスさんのは角度がついてるんですね。このように角度がついてるので、ただ潰すだけじゃなくて逃げるんですね、切ったものが。なので汚れないのだと思います。しかもよく切れます。この受け刃の形状についてもメーカーの方のお話を聞きました。そう、で今の話が、はい、ここの刃がこっちは鋭角になってて、はい、こっちに行くと鈍角になって、そうですね、あの鋭角のままで全部持っていけたら一番いいんですけど、うん、やっぱりそうすると刃物のハサミの特徴で、うん、あんま太いもの、あんま負荷がかかると刃と刃がカチッと当たってしまうんですよ、最後。刃と刃が当たる、刃と刃がね、ハサミってまあこう動いてる、イメージしますけど、うん、まあ極端な話こうなってるんですね。ああ、はいはいはい、はい、これが点と点がこう、ああそうだね、切っていって、はいはいはい、はい、それがあんまり強い力、こう太い枝で強い力がかかると、うんうん、切れた時にパチッと刃が当たってしまうんです、うん、あ、そうすることで刃と刃が欠、はいはい、けてしまうので、あ、まあ、それを極力抑えるために鈍角に先だけは持っていく、うん、こっちはただの平らだもんね。そうですね、ここがね、この角度がついてないよね。そうですね、この研磨方法はアルスで特許を取ってますので、はあ、おそらく他社さんにはないと。なるほど、ああ本当だ。まずはで、ひよちゃん1号、ひよちゃん1号ひよちゃん2号、ひよちゃん2号870、そしてアルス、アルスの EP720、 ひよちゃん3号ですね。950、この中では一番重いですね。これが一番重いんだね。次はこれで、これが一番軽いということですね。
よく聞くのが今のね、はい、この音っていうんですかね、モーター音がちょっと大きい、ね、そう、これはうるさい、これ一番うるさくて、これが一番現場で使わない、あ結局で、なもう一つはこう雨の日使えないんですよ。あ雨の日っていうか枝が濡れてて、はい、で軍手も濡れてて、でこっちもなんかなんとなくほら雨上がりとかだと濡れてるじゃないですか、枝もそれだと切れないんですよ、止まっちゃうの、安全装置が外されて、はい、要するにこう手触れてるとほらと動かないじゃないですか、ですこの安全装置が効きすぎて、そうですね、こう濡れた枝こう持ってこうやると この濡れたとこからこっちに電気つながっちゃうでしょ、だから動かなくなっちゃうんですよ、濡れ枝が濡れてるだけで、だから一番使わないし、とにかく音うるさい、あこの入れる音もすごいうるさい、あ、うん、この音が、うん、これうるさいんですよ。そう。で、これは割と、まあ、音小さめなんですよ。でも、この音どうだろう。これは安全装置あるんですか？ん？ないの。あ、ないですか、うん。これはもう、とにかく途中でも止めにくいし、はい、行ったらもう行っちゃう。で、パルスのやつは、はい、音静かなのもあるんですけど、あえて今おっしゃった安全装置、あえて外してるんですよ。あえて？この触れてたら止まるっていうやつは、うん、あえて外してます、うん、っていうのはその今おっしゃったようにね、ちょっと濡れてると、はい、過剰に反応してしまって、そうですよね、そうですよね、はいはい、してるんですよ、で、うん、まあ、やっぱりそこであと、まあ、安全性の面では、うん、やっぱり先ほど言った追従のところで、うん、手羽先と同じ、そうですね、これだとハッとしたらこうなんかね止まるもんね、手羽先でね、切って合ってる時に止めるので、うん、そうですよね、感覚で止まる、感覚はね、非常にやっぱりいいと思います。そういった部分で、はい、まあ、後発ならではの、うん、まあ、良さ、これもいいよね、あ、これこっちもついてるけど、はい、同じだよね、バッテリーの残量とこう切った回数だよね、これ。そうです、うん、で1回切って最初に入れるのがトータルですね、これ一番最初に、ね、出てくる数字がね、あるんですよ、171、はいはい、171はトータルです。あ、そうなの、今一旦切ったんで0にリセットされてる、うん、はいはい、これは今こう1、2って増えるんですけど、うんうん、1、2って増えていくんですけど、うん、1回まあ切るじゃないですか、はい、この2はなくなってしまうんですけど、で加算されるんだ、次この入れた時の最初173、あ、本当だ、トータルだなので消えないです、最初から、へえ、なるほど、うん、あとまあ細かいところですけど、アルスのやつはこう立つんですよ。はあ、立たないのこれ。あ、立たない。当たった。いや、これ多分ね、ここの。なんかのせい？いや、ね、ちょっと充電の口が。そうそう。こうか？ね、多分これこうやったら多分。立つよ。立たないと。あ、本当だ。ここの、うん。ここがまっすぐじゃない、ないんですね。あ、なるほど。本当だ、安定してる。めっちゃ細かいところですけど。うん、うん、釣り取ったね、今ね。これ立ちますね。ちょっと不安定だけど。これもあえて立つようにしてるんですよ。へぇ、まあやっぱりね、こう置きたくないという。あ、はい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 。ラバーの部分がね。はいはいはい。下につくの。確かに。で、まあ刃が当たったりもする可能性あるじゃないですか。うんうんうん。なので、ちょっと置くときに。あ、確かに安定いい。まあ、ちょっとしたところですけど。これちょっと危ないよな。倒れるな。実際そういうふうに置いていただくこともできますよという、その、はい、ようには、うん、形はそうしてるので。ああ、なるほど。はい。であと、このね、うん、ホルスターの方、まあ、これは標準装備なんですけど、うんうん、ホルスターの方も、ちょっとあれ、工夫してまして、本来は、刃を締めて直していただくのが一番いいんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱりこう作業して、うん、このまま入れる方が大半なんですね。はいはいはい。で、またこのまま使う。うんうん、今これ電源切ってますけど、一回入れて、いいって言って、こうするまでやっぱり、はいはい、はいはいはい、はい。もうこのまま入れる方が多くて、うんうん、またこのまま出して使う方が多くて、はいはいはい。ということで、当初の予定してたこのホルスターだと、うん、この先、ここが穴開いて、はい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 。ボロボロになってそうそうのがあって、うん、これは刃を開いて入れてもらっても穴が開きにくいように、うん、はい、あ、なるほどね。で、刃を開いて入れてもいけるぐらいの幅も、うんうんうん、でもだんだん広がって下に落ちてこない、下がってこない、
あのこう入れてる間にここが布ここが広がってきて、はい、だんだん下まで落ちるようになっちゃうね。そこに行ってもらってもね、あそれで止めてるから大丈夫。この黒いやつをそこまで入れてるんで、はいはい、あの刃が、はいはい、先に当たっても、うん、あの穴開かない、これ以上は。ああ、はいはい。というところで、ちょ、まあ、あの実際のその作業に即したように、うん、あの、うん、ちょっとこうかさばるっていうかでかいけどね。こんなにここは長さ必要なの？ここ、ね、あれなんですよ。今おっしゃったようにちょっとかさばるんですけど、うん、ちょっとこれも考えてまして、うん、あの本来ね、ここがこれぐらいないぐらいなんですよね。あ、はいはいはい、本来この辺ぐらいに通るんですよ。それやとね、まあ、この辺ぐらいにベルト通るじゃないですか。うん、ね、これをまあ入れるじゃないですか。うん、そしたらね、これ取るときにね、結構長いんで、うん、すごい型をね、これ辺ぐらいは上げなかった。あ、わかる。そうだ。これを下ろすことによって、はい、この辺ぐらいすることによって、うん、楽になる。そうそう。確かにね、このケースね、取りやすい。うん、こっちもね、ゴム板を入れてんですよ。はいはい、うん。じゃないと、ここ抜けちゃうんでね。そうですね。うん。ここで今それでゴミこう出した貼ったじゃないですか。うんうんうん、一応ね、ゴミ抜けのね、横サイドにはなる。なるほど。サイドには一応ゴミの穴を、あのこう出さなくてもいい。はいはいはい。やっぱ違うよね。興味深いお話をたくさん伺うことができました。作っている方のお話が直接聞けるというのは、やはり国産の強みですね。アルスコーポレーションの松本さん、西さん、ありがとうございました。以上です。アルスの、EP720、 アルスの EP720 のご紹介でした。次回はアルスの手動の剪定バサミについてもご紹介したいと思っています。ご視聴ありがとうございました。